暑いね本当にもう毎日今日とか一番暑くなかったですかエアコンあるんですけどねもうすぐ外にもう配信するだけやから耐えるかと思って今耐え忍んでますお <laughs> <laughs> 土産何がいいかな あ、髪切ったよく気づきましたね髪切りましたいつ切ったんやろなんかこの間ちょっと前にそんなに切ってないんだけど切りましたエアコンつけても暑いねあ野球も盛り上がってますねあちちちちインドネシア暑いんやなんかインドネシアの方が大阪より涼しいみたいなのを聞いたりしたけどもどこも暑いんですね なんかもっセミの声とか虫夜の虫の声がなんかもう防犯ブザーに聞こえるぐらいにぎやかで一瞬びっくりしちゃうインドネシアって何の食べ物が有名なんやろ何一つインドネシア情報がなくてお土産とかもねえ知らないからなんかいいお土産あったら教えてください。 そうこの配信はですねまあそんな雑談もしつつなんですけどあのー、まあ毎週チーム M で NMB48 の中の取り組みでチーム M で毎週1人ずつについて喋っていく配信をしようということになっていまして今週はを尾桃佳ちゃんについてそれぞれね各メンバーが話す配信を する配信でございます <laughs>。そうだからまあもっちゃんについて話したり雑談したりのお時間です。なし五連あ聞いたことあるなし五連すごいなし五連あインドネシアは人口が日本の二倍なんや。うんワカポンの会話もう終わりました先週が 若ぽんの回でみんなが若ぽんのこと話してくれてましたそうその配信をしております私他のメンバーが話してくれてた配信はでも別に見れてないから <laughs> あんまりねどんな感じやったんかわかんないんですけどでも今週はもっちゃんについて来週は安倍若の遊ぶみいきさんかなうのみずきさんかな のあれがありましたああれがありますそう今週もっちゃん朝尾桃かちゃんね7期生もっちゃん年齢がさあんまりそんなねがっつり喋る感じじゃないもっちゃんとはちょくちょょくく話しますもうチームも一緒になってから長いというか前の少人数の8人7人チームだった時も一緒だったので。 もっちゃんああそうもっちゃんと最初はねあんまり話したことなくてなんか結構ねそうなんかギャルだギャルギャルだと思っててこの子は多分陽キャなんやと思ってて勝手にあの AT フィールド張ってたんですけど心に <laughs>。でも最近は本当にしょうもないこととかなんかね 結構表で言えないようなしょうもないこととかを話したりすることが増えましたもっちゃんが若ぽんとお出かけする約束したって言ってた本当に <laughs> 本当にあでもなんかお泊まりしたいねみたいなお話をなんかみんな何人かでしてたような気がする そうでも本当に何かねもっちゃんとはあの劇場公演の時に着替えてる着替えるのが隣近くにいるんですよ確か。なんかその着替えのタイミングでよく一緒におしゃべりして私ともっちゃんと水田しおりちゃんで一緒にしゃべったりとかすることが結構多いですね。 もちもちそうもっちゃんはねなんかでもすごいママって感じの <laughs> 呼び方をしてくれてなんかそうなんやろねちゃんとでも後輩っていうイメージです、うん、でも本当に最近話すようになって次のチーム でも次の新しい秋から組閣があってチーム B2 になるんですけどそのチーム B2 でも一緒なので楽しみですね嬉しい。いやーなんかまだねちょっと誰が本当この間の NMB48 のライブで、まあ、組閣が発表されてチームのメンバーがね変わるんですけど誰がどのチームか未だに把握してなくてね そうでもずっと一緒なのはもっちゃんだけかなもうフロンティアから一緒なのはだから嬉しいです頑張ります暑い今日もねもう,そう私もうすっごく嬉しいことがあって今日でね大学のテストが私は終わったんです今日で終わりで嬉しい なんか最初ねあの、私明日からジャカルタにお仕事で行ってあのジャカルタで行われる、まあ、ジャパンフェスに参加させていただくんですけどそのジャカルタのお仕事が、まあ、結構前から決まっててでその後に「あれテスト期間と丸かぶりだ!」ってなったんですよ。で えでもジャカルタには行きたい海外に行ける機会なんてめったにないじゃないですか私も人生で1回しか行ったことないし海外には行きたいでもが大学のテストを絶対受けなきゃ単位全部落とすと思って本当にあのもうでも諦めて単位は諦めてインドネシアに行こうって心に決めたんですよもうそんな。 単位ななんて来年ででも取れるわけじゃないですかインドネシアに行けるのは今しかないんだと思って <laughs> でその決断をしたらテストの期間がギリギリ今日まで前日までで終わってそうだから一日に3教科とかあったりしてほんと詰め込みあったんですけどもうそんな奇跡が起こりつつ諦め単位諦めてよかったという結果になりました。 ということでどっちもねどっちも取れました <laughs> 嬉しい一人でそれとも複数にジャカルタかな8人でメンバー8人で行ってこうフェスみたいな形で本当に何曲か向こうのステージで歌わせていただいたりとかしますねいやー嬉しいな楽しみ 結構初海外のメンバーも多くて私は私もでも2回目でもうほとんど初めてみたいなもんやから四捨五入したらゼロなんであの初海外の気持ちででもまだ荷造りは終わってないし今日慌てて今日お仕事とかも終わってから慌ててあの買い物に行ってなんかこう旅行に必要そうなもんネックピローとか。 買いに行ったりとかしてみました1回目はね私 n n b に入る前高校1年生の時になんか学校のちょっと、まあ、短期留学みたいなので2週間アメリカに行きましたパスポートまだ入れてないんよ絶対パスポート入れなきゃ。 そうパスポートだけはパスポートさえあればもう何でも何とかなるじゃないですかそうパスポートだけは絶対に入れるあと何が必要なんやろう海外にも何が必要なんでしょうね持っていくものえーと買い物はカードでできるでしょ楽しむ気持ち あと私あれも持ってなくてあの充電器コンセントの日本と海外でコンセントのなんて形とかが違うじゃないですか私でもその海外用のやつ持ってなくて携帯とかどうやって充電したらいいんやろうって思ってるけど持ってない <laughs> もうマネージャーさんとか持ってる人に借りるしかないなと思ってますそうそう変換器っていうのかな変圧器 そそうそうまあみんなないないんかなくてもなんとかなるかなってそのモバイルバッテリーも充電しとかなきゃあと飛行機が長いので飛行機の間に見る用の映画をダウンロードしていこうって思ってます w i f i とかどうするんやろ w i f i があるか,どかその辺。 なんかかんないインドネシアはどうかわかんないけどフリー結構海外ってフリーワイファイが多いですよね飛行機の中にも映画あるけどあるけどなんか一応この気持ちなんか自分の見たい映画をだって私テスト終わりでもう映画も見たいし遊びたいしはしゃぎたいしのもう3拍子揃った人間なんですよ今。 だからもうずっとこれ見たいなーってこの1週間ぐらいだけやちょっとだけやけどね思ってた映画をもうとりあえずダウンロードして気持ちだけねなんかもう見れない量ぐらい見たいと思いますそう本当に嬉しいなんか高校生以来に。 んなテストとかをなんかこんなにちゃんとやったのが本当に久しぶりだったのでいやドキドキですねでも結構毎日1本とか割と週映画ね週34ぐらい見てまだねジブリの「君たちはどう生きるか?」見に行けてないんですよ絶対見に行きたい もう公開してすぐ行きたかったのにちょっと行くタイミングがなくて帰国しちょっとまあ数日行って帰ってきたらやりたいことナンバーワンを見てきたいや絶対好きなんよ私なんか何にも知らないし本当前情報を入れないように頑張ってるんやけどそれなんかまず考察する系とか考える系とかそういう映画大好きやから。 絶対見に行行く帰帰国後帰国後行けます <laughs> 言いたいだけちょっとかっこいいから今しか使えないからもうあと数年もしかしたら言うタイミングないかもしれないから言っとくけど帰国後やりたいことは <laughs> 映画を見に行くことです。 いかなく本当行くタイミングないからね2泊4日なのにいやでも楽しみかっこいいでもな本当にでも一生懸命インドネシア語の挨拶とかできたらいいなと思って行きの飛行機で覚えようと思ってますいやでもいろんな国飛び回る 仕事しててみたいなって本当に思いますねまたお仕事で海外に行けますように。ていうか n m b はね、あのー「ガールズペディア」っていう、まあ、グラビア雑誌雑誌を NNB 年4冊出してて年3回やったかな4回やったかな。それでねタイのサムイ島に行ってるんですよ。全然呼んでくれないの。タイの 寒いとに行きたいのに全然呼んでくれないんですガールズペディアさんぜひ行かせてくださいそうちょうどコロナ期間で海外に行けない時に撮影で東京だったんですよめっちゃショックやった <laughs> 行きたいみんなのお土産買ってくるから次の次ぐらいでちょっとお願いしとこうかと思います もうほんとんかそういうのがないとなかなかね多分グラビアやる機会とかもないんじゃないかなとかも思うしお暑すぎるちょっとそろそろじゃあ今日はねまだ荷造りも残ってますので部屋が33度だしこの辺でこの辺までにしておこうかなと思います。 もっちゃんの話もできたしねまた来週は誰かの話を <laughs> します。シオンかなイーシオンじゃないかなじゃあ最後13位の方からランキングを読ませていただきます。ビンさん、ポテマンさん、シンさん、えー、ピロピロおじちゃん、裕次郎ジローさん、ギジュさん、台湾の BK さん、タカ実況虫さん、久男さ,さん、ヒロさん、イッシーさん、白玉さん、ジョセフさん。 皆さん急な配信でしたが見てくださりありがとうございましたまたジャカルタでねフェスがありますのでたくさん NMB48 の良さを伝えてこれるように頑張りますジャカルタファンをゲットしてきますジャカルタの皆さんもよろしくお願いします。わなんかワクワクしドキドキしてドドキキきた ちゃんとパスポートをとりあえず入れようと思いますそれでは皆さんまた来週バイバーイおやすみなさい